んにちは、ぷくともです。以前に動画でプロクリエイトを使ったアニメーションの作り方をご紹介したんですけど、思いのほかややこしい操作になってしまったので、今回は無料かつ簡単にアニメーションが作れちゃうというフリッパクリップというアプリを使いまして、アニメーションの作成のやり方をご紹介します。アニメーション化するイラストの下書きについてはプロクリエイトの方で用意しました。こんな感じでね、動かす部分についてはピンク色で書いて、他の部分は青色で書いております。で、プロクリエイトを使った理由としては、フリッパクリップよりも書きやすいので、こちらで下書きを書きました。アクションの中の共有 JPEG を選択して画像を保存します。そしたらフリッパクリップを起動します。シュワーンとね、アニメーションが動き始めてスタートするんですけど、はい、プロジェクトの設定をしていきます。プロジェクト名、お好きなものを設定してください。で、キャンバスのサイズ先に選んじゃいましょう。今回はこちらのサイズ設定しました。続いてフレーム数ですね。これが1秒あたり何フレームでアニメーションを作るかってことなんですけど、枚数がかなり少なくなると、例えば極端な1とかにすると、こんな感じでね、カクカクとしたアニメーションになって、一番多い枚数30枚とかにすると、これだけ滑らかに動きます。ただそれだけね、かなり多くの枚数を書かなきゃいけなくなるので、今回はね、8フレームにしてみました。で、背景についても選択します。今回は写真を挿入してみました。こんな感じでプロジェクトを作成します。で、早速作り始める前に操作画面の説明をしちゃいます。右上の方にはプロジェクトの設定だとかがあって、左側の方にはペンツールだとかがあります。で、下側でフレームの設定ができます。右上の方からプロジェクト設定タップすると、こんな感じでね、最初に作ったプロジェクトの設定後から変えることができて、背景とかも自由自在に変えられます。で、背景についてはね、こんな感じで用意されている背景以外にも一色に塗りつぶすことができたりとか、いろいろありますので、ぜひね、自分のいいなと思う背景選んでみてください。で、その下のオニオンについては、こんな感じでオンオフにすると他のフレームが表示されたり表示されなかったりします。オニオンはオンにしたままの方がアニメーション描きやすいです。そしてこちら、ペンツールや消しゴムツールについてなんですけど、まずはペンツール、こんな感じでペンをタップすると4つの種類のペンから選ぶことができます。書いた線を取り消したい場合は2本指で画面をタップします。で、再び戻りたい場合は3本指でタップすれば戻れます。こんな感じの基本操作もこちらのアプリでも使えますよ。続いて消しゴムですね。例えばペンで書いた線をこんな感じで普通に消せます。あとは投げ縄ツール、これ便利なんですけど、こんな感じで囲ってあげると移動することができます。これ動かすだけのアニメーションとかの時に便利ですね。で、バケツ、これは塗りつぶしの時に使います。バシャン。で、テキストツールとかもあるので、文字を入れたい場合は使ってみてください。で、下の方にフレームの設定があります。一番右がね、レイヤーになっているんですけど、その横、こちらがね、アニメーションならではですね、再生ボタンがあります。この下の方ではね、フレームを管理することができるので、後ほど詳しいやり方をご紹介します。そんなわけで早速作っていきましょう。まずは下書きを読み込みます。右上をタップして画像を追加を選択。フォトライブラリーの中から先ほど書き出した画像を選びます。で、画面のサイズに合うように調整します。この時比率が崩れないように注意しましょう。そしたら右下のレイヤーをタップして、レイヤー1の不透明度を下げます。こんな感じで薄く表示します。で、プラスボタンでレイヤー2に
線画を描いていきますので、名前をラインにしましょうかね。それで OK です。そしたらね、ちょっとフリッパクリップね、若干私的に書きづらいなって感じるんですけど、この黒いペンをね、使っていきます。ここからはただ下書きをなぞっていくだけです。で、なぞるときなんですけど、動かす部分、このピンクで書いた部分についてはなぞらないように一旦書きましょう。はい、書けました。そしたら、レイヤーをタップして、プラスボタンでレイヤーを追加します。ここで動かす部分の目と口を描いていくんですけど、I でまとめちゃいましょうか。ちょっとややこしいんですけど。で、このレイヤーに対して動かす部分である目と口の部分を描いていきます。はい、書けました。そしたらレイヤーをタップしてプラスといきたいところなんですけど、フリッパクリップ3枚以上のレイヤーを使う場合は1220円の課金が必要になってしまいます。なので下書きについては削除しちゃいましょう。これでレイヤーの節約になります。そしたら新しくレイヤー4を追加して一番下に持ってきます。ここに色を塗っていきます。なのでペンツールをちょっと上げてあげて、で、スポイトあるのでこんな感じで背景の一部から色を抽出して、で、ちょっとね、そこから色を調整して、背景に馴染むような色を選択した状態で色を塗っていこうと思います。こんな感じでね、塗る箇所については囲って色を塗っていきます。で、色を塗りつぶす時なんですけど、こんな感じでね、ちょっと隙間ができちゃってるの分かりますかね？なので、この塗る色の下にあるパーセンテージ、この値を100とかに訂正してあげると、さっきよりも綺麗に塗れるようになるので、ちょっとね、この辺の数字を調整しながら塗っていきましょう。で、できてしまった隙間については、ペンで塗りつぶしてあげましょう。こんな感じで、どんどん色を塗っていきます。せっかくなので影や光もつけていきます。今回ね、レイヤーの枚数を増やせないので、影とか光入れづらいんですけど、そこは頑張ってこの1枚のね、色塗りのレイヤーに収まるように塗っていきましょう。
色が塗り終わりましたのでフレームを複製します。フレームを長押しするとゴミ箱の横にコピーのマークがあるのでそこをタップ、一番右のボタンをタップするとこんな感じで同じフレームが複製されます。不要なフレームは長押しゴミ箱マークで削除できます。空っぽのフレームを作りたいときはフレームを長押ししてこのプラスマークのね点々点のやつタップするとこんな感じで空っぽのフレームを作ることもできます。フレームを複製できましたので早速アニメーション作っていきましょう。アイのレイヤーを選択して目の線画を消しちゃいます。で色塗りをしたレイヤーを選択して肌色に塗りつぶしちゃいます。そうするとね他のフレームのね目がちょっと薄く見えた状態になりました。これオニオンをねオンオフするとこんな感じで他のフレーム見えるようにするのと見えないようにするの切り替えられますので試してみてください。それではね閉じた目を描いていきます。でちょっとね目の角度が変になっちゃったので投げ縄ツールで目を囲ってあげて角度や位置を調整します。いい感じですね。それでは目を閉じたレイヤーの前のレイヤーを選択しましてまた目の線画を消していきます。で次に半目のね顔を描いていきます。塗りのレイヤーを選択して不要な部分を肌色で塗りつぶします。こういうねちょっと目を閉じる途中の段階を描くことによってよりナチュラルな表情になります。他のフレームがあって見づらいときはオニオンをオフにしてあげます。で、口についても動かしていきましょう。少し口を開けた状態とかもっと大きく口を開けた状態だとかいろいろなね口の感じを書くことによってなんか喋ってる感じに、ね、なるかと思うので書いていきます。できました。それでは再生してみるとこんな感じで何か言いながら瞬きをしている女の子が完成しました。何を喋っているのか気になるところですね。それではねこの女の子のアニメーション書き出しをしてみましょう。動画を作成をタップします。でフォーマット MP4 以外にも GIF だとかいろいろあるので好きなフォーマットを選んでください。今回は MP4 にしました。で、フリッパクリップのロゴが入っちゃうんですけど、消したい場合は有料です。そこはご注意ください。動画を作成をタップ、フォトに保存。そうするとね、早速、じゃーん、こんな感じでアニメーションが保存されました。フリッパクリップならかなり簡単に、そして無料でアニメーションを作ることができるので、ぜひ皆さんも試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また来週もお絵描き楽しんじゃいましょう。バイバーイ。